ハワード・アイズリーは、アメリカ合衆国、ミシガン州デトロイト出身の元バスケットボール選手、原指導者。現在は、NBA のニューヨークニックスのアシスタントコーチを務めている。地元デトロイトのサウスウェスタン高校時代に、チェイレン・ローズやボション・レナードと共に過ごし、大学は、ボストン・カレッジで4年間プレー。1994年の NBA ドラフトで、 ミネソタティンバー・ウルブズから30位で指名され、NBA 入りするも1995年2月に解雇。同月26日にサンアントニオスパーズと10日間契約を結ぶも翌月18日に解雇と、ルーキーシーズンは苦しいシーズンを送り、CBA で残りシーズンを過ごした。1995から96シーズンからはユタジャズに所属し、 ジャック・ボーンと共に、ジョン・ストックトンの控え役として重宝される。1997年、1998年と、マイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズと NBA ファイナルで対決するも、いずれも敗退した。2000から01シーズンは、ダラス・マーベリックスでプレー。以降は、ニューヨーク・ニックス、フェニックス・サンズ、2004から05シーズンは再び、ユタジャズでプレー。 2005から06シーズンはロサンゼルスクリッパーズとデンバーナゲッツでプレー。2006年7月に JR スミスとのトレードでシカゴブルズに放出された後解雇され引退した。2010年にロサンゼルスクリッパーズの選手育成部門担当コーチに就任。2014年にワシントンウィザーズのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。